ロスはアメリカ海軍のミサイル駆逐艦。アーレーバーク級ミサイル駆逐艦の21番艦。艦名は真珠湾攻撃の際に英雄的行動で名誉勲章を受賞したドナルド・ケイ・ロス隊員にちなむ。ロスは1995年4月10日にミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で寄港する。1996年3月22日にヘレン・ロスによって命名。 浸水する。偽装乗員は1997年4月に移動し、1997年6月28日に収益のためテキサス州ガルベストンに向けて出港した。その後ロスは戦闘システムの実証試験公開を行う。6週間の公開後にパスカグーラに戻り3ヶ月にわたって成長後の信頼性試験を行う。その後母港バージニア州ポーツマスに寄港し、 基礎訓練期間を完了した。ロスは中間訓練期間を完了すると、1999年の初めに原子力空母セオドアルーズベルト戦闘グループの一部として統合機動部隊演習への参加準備を行い、3月26日に出港した。この配備中に地中海アドリア海においてオペレーションアリードホースに参加している。 ロスは9月22日にノーホークに寄港した。2000年5月15日にロスはバルティックオペレーション2000に参加するため北ヨーロッパに向けて出港した。第8空母グループの機関として作戦参加しスプルーアンス級駆逐艦ピーターソンと共にヨーロッパ諸国からの50隻以上の艦艇と活動した。この訓練期間中に スウェーデンのストックホルムとドイツのキールに寄港し、6月後半に帰国した。2001年9月にロスはオペレーションエンデューリング、フリーダムに参加し、地中海及びペルシャ湾に展開した。この配備中にロスは再びセオドアルーズベルト戦闘グループに加わった。2005年6月6日に、甲板上の 12.7mm 機銃が造船所を離れる際に発射された。 銃弾は一発が橋家に当たり、二発が橋家の間の戦場機に当たった。原因は調査中である。2017年4月7日、化学兵器を使ったとされるシリアのアサド政権側への報復措置として、シャイラト空軍基地に向けて、駆逐艦、ボーダーともに巡航ミサイル合計59発を発射した。シリアアサド政権の軍事施設に米軍が、 巡航ミサイルで攻撃 NHK ニュースウェブ2017年4月7日。ありがとうございます。